そんな文房具に新しい活躍場を提供しようというコンセプトを考えておりまして、で、それが活躍する場っていうのがアートの場というふうに考えています。土屋康之です。広島生まれて東京に住んでおります。平日はですね、会社員やっておりまして、週末に、アート制作を行っています。今は、文房具を使ったアートをしています。インスピレーションとしては、普段会社員やっていたり、あるいは、日常生活で過ごしている中での気づきっていうのをできるだけ作品に入れたいなと思っていて、例えば、会社で、資料を印刷しました。で、ホチキスで留めましたと。で、ホチキスを留めた資料を、こうってめくって、こう見るじゃないですか。で、見てると、こう角のホチキスを留めたところっていうのが、こう折れ曲がっていくんですよね。で、それが綺麗だなっていうふうに思ったことがあって、それをちょっと意識して、作ったものはこれなんですけども、実際このホチキスで留めて、その、こう曲げて、こうまさに資料が、見たときに、折れ目がつく。その表現を、あえて出して、自分で言います。という形で、普段の気づきを作品に反映させております。コンセプトがありまして、コロナに在宅勤務になったんですね。コロナが明けても、在宅勤務は続けるという話になっておりまして、その中で、こういった文房具ですね、について、全然使われなくなっていくと。今までは、会議があるよって言ったら、作った資料を、プリントアウトして、ポチで留めて配ります。で、終わったらバインダーとかに留めたり、で、いらなくなったらシュレッダーにかけたりっていう、なんか必ずこう、紙とこの文房具ってのは、よく使ってたんですけども、在宅勤務になると、もう全部オンラインで完結するようになりました。で、オンラインに完結すると、もう紙も使わなければ文房具も使わないっていう状況になっています。で、そんな文房具に新しい活躍場を提供しようというコンセプトを考えておりまして、で、それが活躍する場っていうのがアートの場というふうに考えています。で、これ文房具だけの話なんですけども、我々人間も今どんどんこの AI とかデジタルトランスフォーメーションによってどんどんなくなる仕事はこれだみたいなのがよくニュースとかなったりしますけど、ネットのニュースになったりしますけども、どんどんこう役割を失っていく人たちって出てくると思うんですよね。なので、そういう人たちも、この文房具のように、新しい活躍場を見つけて活躍するっていう、ことを、作品を通じて、祈っております。これ、作るときにですね、規則正しい、形にしていてですね、基本的にこう、同じ模様の繰り返しっていう形になってるんですよね。ですので、ひたすら同じ作業をひたすら繰り返していてですね、それを何十時間も、合計で続けるんですけど、それが非常にこう、精神的にですね、辛くなるときもあって、なんですけど、これが完成した時にはですね、人にこう見せてもらって反応があった時っていうのが一番こう嬉しいですね。この作品って、アートフェアとかに出すと、まずあれ、これなんだろうっていうふうに立ち止まってもらいやすい作品だと思ってます。で、そこでパッと立ち止まった人に、あ、これ文房具なんですよって言うと、すごい驚いてくださるんですよね。これ文房具ですか？で、その次にこう見た後、あ、確かにこれホチキスだ、これ穴あけパンチだっていう感じで、ちょっと喜んでもらえるというか、っていうのがあるので、で、コンセプトを、話すと、さらにこう納得してもらえるというか、こう作品を見て、驚いてもらったりとか、こう笑顔になってもらったりだとか、幸せな気持ちになってもらえば、嬉しいなっていうふうに思ってます。